神風は、1986年に制作された、フランス映画、リュック・ベッソン制作、リディエ・グルッセの初監督作品である。研究企業に勤めていたアルベールは、ある日、事業縮小を理由に、解雇されてしまう。することがなくなった、彼は、毎日、テレビ付けの日々を送るうちに精神に異常をきたし、次第に、テレビの出演者に対して、 激しい怒りを示すようになる。企業では理解されなかったが、科学者としては、天才的だったアルベールは、テレビの受信アンテナを改造し、機関銃のような機器を接続した。これは、テレビに映った出演者を射殺できるだけでなく、弾痕はあるものの玉そのものが存在しないという、完全犯罪を実現するものであった。ロマン刑事は、 この完全犯罪に挑むべく捜査を開始する。リュック・ベッソンが自身が監督を務めた最後の戦い及びサブウェイにおいて助監督を務めたディディエ・グルッセを監督に起用、自身は制作に注力した作品である。またリシャール・ボーランジェが実の娘であるロマーヌ・ボーランジェと初共演した作品でもある。役名、俳優、ありがとうございます。